あ、じゃあ、今日なんですけれども、このウルトラネクロズマの特性ウルトラバーストを持っているんですけれども、このポケモンは相手のサイドの残り枚数が2枚いかれなければ技が使えないと。で、技が滅びの輝き170ダメージ、相手のバトルポケモンについているエネルギーを1枚トラッシュするという能力なんですけれども、まあ、この特性のせいで、まあ、攻撃がしづらいポケモンにはなっているんですけれども、まあ、それをこのサイレントラボとかダストラスのダストオキシンとかで特性をなくしまして、さらにダブドラをつけて攻撃していくと、まあ、俗に言うラボネクとかホロネクって呼ばれるデッキですね。で、さらにこの幸せ卵が実装されたことによって、この安定感が増したということで、まあ、今回はこのラボネクを使っていこうかなと思います。それでは早速対戦の方に行ってみましょう。はい、マッチングしました。対戦よろしくお願いします。鋼雷タイプということで、とりあえずね、5手1からしっかりと攻撃していきますか。まあ、ここはねコインに勝ったんで、しっかりと高校を取っていく男になる。ハンドはねやばいなこれ。まあまあまあ、つまりね、マグノリア博士をさ、みんなおばさんとか言う人いるじゃないですか。いや、そんなことないんだよね。可愛いじゃん、これ。ほら、美人じゃないですか。これ、若かりし頃、絶対ね、めちゃくちゃ可愛い女の子ですよ。まあ、それを想像しただけで、私はね、飯3倍ぐらい食えるんで。なので、私はね、荒木博士とかプラタンではなくて、しっかりとマグノリ博士を使っていくというね、まあ、固い意志があるんですけど、あー、これあれか。なるほどね。そういうデッキ。ザ・シアンを使った、メタグロスですかね、おそらく。メタグロスでエネルギーつけていく感じのやつだと思うんですけど、これはしっかりとね、ザ・シアンを2パンできるんで、デデンでも1パンできますし、で、特性をダストラスでなくせるんで強いと思うんで、おぉ、エネルギー張りすぎちゃうそれ。さすがに強い。いや、これやばいな。これ彼氏張る？いや、張んなくていいでしょ。張んなくていいか。いや、これでもちょっとやばいな。ちょっと反動がやばすぎる男になってる。まあ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 。九大天じゃないこれ。九大天王って感じ。九大天王、グズマ切るこれ。さすがに怖いからさ、これ出しときますか、もう一枚。こっち出しといて、まあ、滅びの輝き打っていくんですけど、マジで結構やばいんだけど。まあ、一応見えてる手札だけで攻撃していくことできるんで、まあ、ちょっとリカバリーしていきたい。まあ、できたら卵とか貼りたかったですね。みかん。オッケーオッケー。相手多分これ絶対高校取るデッキだよな。みかんも入ってるってことは、メタング。かわいいね。このザシアン、マジ強え、強えけど、言うて、まだ言うていける、言うていける。ここでさらにバトルサーチャーとか、マグノリアお姉さん引けたら、全然ね、いい感じなんですけど、ドローカーディング、ブロワー、いや、このまま殴るか。滅びの輝き。いや、言うて強くない普通に。言うていけるっしょ、これは。これはしっかりとザシアンを倒せたんで、ネストじゃない、ドローサポーティング。いや、ネストボールはやばいな。これメタグロスで攻撃されることはないか、ことはないと思うんですけど、これでもさ、GX 技からさ、あれかな、あのエグゾディア5枚持ってくるみたいな動きされない限りは、まあ、このまま次のターンは多分攻撃できると思うんで、いいね、頑張る頑張る。オッケー。これ何、あ、特性か、特性使ってエネルギーある。これ何とか言っちゃった。でもね、ダストラス重ねたいんですけど、ダストラス2枚トラッシュいってんすよね。いやでもこれさ、滅びの輝きが強すぎん？エネルギー破壊できるってさ、マジ最強なんで、でもこれどついていけば言うていけるっしょ。言うていけると信じて、さすがにね、ザシアン1ターン目にエネルギー2枚貼られた時はちょっとびっくりしちゃったんですけど。で、5枚持ってくる。残念ながら相手はあれですね、エグゾディアなかったっぽいんで、とりあえず、ダブドラ貼っていいかな。で、これグズマでさ、デデンネ倒すとかある？いやーでも殴られちゃったらまずいから、このネス、もう1枚ヤブクロンでいいかな。ヤブクロンでいいかな。で、この状態で攻撃していきますか。滅びの輝き。できたらね、N とか打ちたかったんですけど、まあしゃあないんで。で、もう1枚これ重ねられてさ、一応攻撃されちゃいますよね。まあされちゃうんですけど、それに対してラストラスで攻撃していけばいいんで。んー、いやでもこれデデンネ倒しておいた方が良かったかな。いや、どうなんだろう。さすがにないか。不思議な雨。まあこれは手張りプラスジオティックシステム2回で、まあ、殴られちゃうんですけど、いや最後のデデンで倒せば勝ちなんだよなこれ。ダストラス足りるかなこれ。何戻した、ザシアントなんか戻したね。デデンギーに、俺エネルギーこれ戻していいの相手。あ、大丈夫か、全然めっちゃエネルギーあんじゃん相手。いやお前それは強い。いやー、このマックスポーション強いな。あー、やばい、終わった終わった終わった。これは終わってはないけど、ちょっと終わり気味な感じがする。いや、これ、いや、ダストラス立てないとまずいですねこれ。どうしよっかな。こうなってくると、これさ、エネルギーも手張りできないとかないかな。エネルギー手張りできなければこのターン攻撃されないんで、まあさすがにされるよな。こうなってくると、こうなってくるとさすがにデデンネ倒した方がいい気がするな。トップ次第ってのもあるんですけど、いやー、これちょっと強いな。メタグロスメタグロスが強い、これはやばい。そっか、そうですね、マックスポーション完全に考えてなかったな。いや、これでもさ、さすがにデデンで倒さないと始まんないっすよね。多分、ドロサポ引けないと思うんで、ポスティング、オッケーオッケーオッケー。これ卵結構偉くないか。で、ブロワーでここ剥がして、
ラボ貼って、卵貼って、これはとりあえずゼレンヌ一回倒してから、そっから考えますか。滅びの輝き。あとはザシアンか、メタグロス倒せば勝ちなんで、まあ、狙っていきたいんですけど、スペシャルチャージかなり偉い。これスペシャルチャージ偉くて、これさ、でも、ウソッキー使うことない、あるかな？ないと思うんだよな。あとこれ相手マックスポーションが無限なんで、これね、本当に満タンの鶴で永遠に回復されていくんですけど、雨、いや、強すぎ。やばいな。まあ、ここ倒されてでも7枚引ける、5枚引けるんですよ。破壊されない限りはね。オッケー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 。いや、これメタグロス2回倒すしかないですね。お、悪くないんじゃないか、これは。殴れそうですね、おそらく。まあでもさすがにこれネクロズマで殴るしかないよな。いやでもさすがにこれはどうしよっかな。どうしよっかな。ゲーミングかなり発動してるんですけど、とりあえずここ軽石まで確定でいいかな。貼ってスペシャルチャージからダブドラ2枚戻します。でミストレでグズマ切って、まあ、1枚出すじゃん。1枚しかないやと。で卵貼ってこっちにも貼っちゃっていいかな。貼っちゃってで、マグノリア博士、マグノリアお姉さん打っていく。ダブドラは引けますね、おそらく。引けた。まあ、これしかないと思うんだよな。相手もこれで、まあ、ジオテックシステム使えないんで、レスキュータンカこれ打っとく。持ってきとく。たくあるよな、レスキュータンカ。レスキュータンカ打っといてもいいかな、これ。レスキュータンカがどっちなんだ？ラボキ、いや、N か。N と、これ切って、レスキュータンカ持ってくるんですけど、これどっちがいいですかね。さすがに山に戻した方が強そう。山に戻しますか。山に3枚戻し、いや、1枚あったら勝てるくない。いや、ワンチャン勝てないか。一応3枚戻すかな。3枚戻して、このまま、滅びの輝きを打っていきましょう。まあまあ、このターンは、エネルギー1枚つけられて殴られちゃうんですけど、手張りで。軽石剥がされなければ大丈夫。まあまあまあ、これはね、しゃあない、うねりは。まあ、この軽石さえ破壊されなければ大丈夫なんで、まあ、これはダストラスが強い説がある、かなり。で、これね、多分次のターンマグノリア打つとなると、このカウンター切っちゃうことになるんで、そうなってくると、ダブドラでしか攻撃できないんですよね。まあ、おそらくこの動きで良かったと思うんですけれども、手張りされないければこれいける。もしくはブロワーとかザオボーがなくて、この軽石剥がされない場合は、勝ちましたね。はい、対戦ありがとうございました。はい、マッチングいたしました。対戦よろしくお願いします。炎ノーマル超タイプということで、とりあえずね、後手1からバッコリと攻撃していきたいマンなんで、そうですね、ここはしっかりと後手を取っていく。もうこれ後手1から170ってマジね、最強だと思うんですよね。ここはマリガンと。ちょ、部屋が寒くてね、ありえんぐらい震えてる。完全にガクブルになってんだけど。うん、しっかりとマリガンをしまして、オッケーオッケーオッケー。まあ、これはほぼほぼ、いや、いけないか。ミストレーがな、ミストレーが諸説なんだよな。ラボでいい。対戦よろしくお願いいたします。スピードランニング、ヒードランニングだからスピードランニングっぽくね。プレサスボールからデデンネとかかな。いや、でも入ってなかったか。ミュウミュウ、オッケーオッケーオッケー。いやー、マジでね、サイレントラボ引きてー。これドロサポでもいい、トレーナーズポストでもいいから、頼むからこれラボ引かして1ターン目からドツかしてほしい。もう1ターン目からドツきたいんで本当に。うん、博士の手紙、エネルギーを2枚持ってくる男、持ってくるのは超エネルギー。1枚しか持ってこないんだ。終わり。頼む。なんか引け。オッケー、ナイス。これでもさ、いや、いいか。切るのがザオボーと、ここ切って、で、持ってくるカードなんですけど、グズマハラ説これあるよな、全然。全然グズマハラでいいと思うんだけど。プラターヌはワンチャン攻撃できないんで、グズマハラでいいと思うんですけど、こう、どう切るかな、これ。ここ2枚でいっかな。ここ2枚切っといて、ラボと幸せ卵と、ダブルドラゴンエネルギーを持ってきまして、まあこれ幸せ卵最強なんで、貼って、幸せ卵、ラボ、ダブドラで、まあしっかりと攻撃していく。滅びの輝き。ハプ。ハプ入り珍しいですね、これ。攻撃されるかどうか。相手現状使える技が、ヒドランの技しかないんですけど、まあヒドランは攻撃できないんで、エネルギーないってのもあって攻撃できないんですけど、何が落ちるか。生き物落ちないですね。ミュウツーソルリンク入ってる。ネストボールから。まあ、これで多分殴れるポケモン出してくるのかな。ミュウツー。レシビザー。これ超エネなの、相手。あ、これは、ドロー。ダストラス。まあ、このまま攻撃していきますか。滅びの輝き。いいね。相手ミュウツーの特性も使えないってのもあるんで、いいね。ポストプラス。ウルネク、いいんじゃないですか。出してくるのはヤレユータ。まあ、このヤレユータも特性使えないんで、ラボが強いですね。で、次、ポストから、まあ、ドロサポでもいいですし、もしくは、まあ、なんか、アイテム貼れれば、ダストラスの特性が、ダストオキシン発動して、相手の特性使えなくなるんで、まあ、最強オブザイヤー受賞してるんですけど、ドロカード、S級単価、ポストから、いいんじゃない。これ、ハンド超強えな。出して、トラッシュなんもないんで貼って、プラタンじゃないですね、マグノリア博士。しっかりとね、可愛いマグノリアお姉さん打って、最強なんで軽石貼って、特性使えませんよと。で、滅びの輝き。これは勝ちでしょ、さすがに。
最強なんで、この動きがね。ラボネクやっぱりね、普通に強え。普通に強い以外の言葉が出てこない。出してくるのはミュウミュウ。これだって相手 GX 技しか打てないはずなんで、理論上は。さすがに GX 技しか打てない状態だと、一回しか攻撃できないですし、このまま、ウルトラネクロズマで、しっかりとどついていく動き、いいと思うんですけど、スクランブルスイッチ、レッシリザで攻撃してくるのか。なるほどね。エネルギー足りてますね、確かに。このスクランブルスイッチ相手うまいな。いいカード入ってますね。まあ、スクランブルスイッチってなかなか使われる機会少ないんですけど、まあ、レジロックとか、オメガバリアのレジロックとか、三丁三神レシゼクとかにたまに入ってるスクランブルスイッチ、まあ、デッキによってはめちゃくちゃ強いんですよね。基本的に入るカードはパソコン通信とか、あと命の雫とか、ダウジングマシンとか、まあ、ダウジングマシンは基本的にあれですね、コントロールデッキとかに多く入ると思うんですけど、でもここはフレアストライク打っていくマンかな、多分。なんですけど、これ倒したとしても多分ミュウミュウのね、GX 技で HP 回復するみたいな、多分動きを取ってきそうですね、相手。で、これどうしようかな。N 打つ？弱いよな。カウンター。ポストから見て考えていいですか？ポストから見てミストレいいね。これは後続のウルトラネクロズマを出していきたい。ポケモンレンジャー切って、ウルトラネクロズマ出して、カウンターはね、貼る意味ないと思うんですよね。軽石ここに貼って、これマグノリアお姉さん打っていいかな？打ちますか？マグノリアお姉さん打っていく。ダブドラとか引ければって感じで引けない。重ねて、これ幸せ卵のバリュー上げたいんで、反応結構切りますか？ミストレ。ウズマ持ってきとくかな？まあ、2枚いらないかでも。出して、幸せ卵貼って、逃げて、まあ、このまま、ウルトラネクロズマで攻撃していきましょう。滅びの輝き。これね、エネルギー1枚取らしても地味に強いんで、強いんですけど、強いしか言ってないな。で、相手多分ね、こうミュウミュウの GX 技で HP 回復してくるとは思うんですけど、まあ、そうなったとしても言うて、まあ、サイドレースもかなりこっち優勢ですし、まあ、グズマハラとかでエネルギーをしっかりと持ってこれるところもあるんで、これはスイッチかな？スイッチですね。スイッチプラスエネルギー1枚で GX 技で回復してくる。まあ、なんですけど、まあ、言うて大丈夫。はい、スイッチ。あ、 ありますね。炎の結晶でエネルギー2枚回収して、ミュウミュウの GX 技。まあ言うても、言うて相手がね、きついはずなんで、きつきつマンだと思うんで、ミラクルデュオ、強いね。まあこう幸せ卵発動しつつ、HP 回復と。まあまあ相手も動き強いんですけど、ダブドラ引いた。偉い偉い偉い。これマジ偉い。で、ダブドラ2枚ありますよね、これ。スペシャルチャージ打ちてえな。出して、ポスティングからでいっかな、これ。ポスティング打って、オッケー、ナイススペシャルチャージ回収。スペシャルチャージ打っといて、ダブドラ2枚を戻します。まあ、この動きなんですよね、やっぱり。で、ダブドラ貼って、これサポート打つ意味あるかな？まあ、グズマもっと来たい説はあって、バトルサーチャーが2枚切ってるんで、まあ、グズマハラ打っといてもいいのかな？もしかすると。グズマハラ打っといて、ダブドラとかを持ってきておいてもいいまであるけど、マグノリアでもいいっちゃいいんですよね。まあ、1枚打っとこっかな、これ。ここと、ここ切って、まあ、一応持ってきておきますか。ダブドラと、ラボと卵持ってきて、まあ、卵も強いんで、まだ貼っておきたいっていう気持ちもあるんで、貼っといて、このまま、滅びの輝き打っていきましょう。滅びの輝き。で、こう切るカードは多分炎エネルギーでいいと思うんですよね。多分炎でいいと思うんで、炎を切って、ターンを終了。で、まあ、グズマも1枚ありますし、逃げられたらグズマでいいと。で、ダブドラまであるんで、まあ、N がちょっと怖いですかね。N がちょっと怖いんですけど、山の中に泥層とか結構入ってるのもあるんで、まあ、言うていけそうな気がする。白な、オッケーオッケー。で、まあ、ここ多分おそらく相手逃げて、リザードン、レシーブ座で攻撃してくると思うんですけど、まあ、それに対してしっかりとグズマを合わせていく動き、まあ、最強ですね。相手ネストボーリング。白なさ、てかさ、結構これグラマーな体型してますよね。ボンキュッポンじゃん、これ。これ多分ね、85、60、83とかな気がする。タイプヌルが出てきた。まあ、シルバディ、どのシルバディかわかんないですけど、まあ、言うて相手も特性使えないんで関係がない。これ、ミュウミュウ多分技使えないんで、逃げるしかないと思うんですよね、相手。ブロワープラス、サイレントラボを張り替えないと相手攻撃できなくて、まあ、逃げますね。なんですけど、これはしっかりとダブドラとグズマまであるということで、まあ、これはカチカチ山のタヌキさんですかね。はい、フレアストライク。倒れていくんですけど、幸せ卵2枚ドローなんですけれども、ハンドにダブドラとグズマがあるんで、これはしっかりと勝っていく。ダブドラ張りまして、グズマでミュウミュウを呼び出すと。で、滅びの輝き。はい、対戦ありがとうございました。